これから本論に入って最初に法の解釈は認識か実践かという問題を取り上げようと思います。今伺っていて気がついたのですが法解釈法解釈学両者を通じて法解釈とか法解釈学と言っている場合のイメージというか定義によっても考え方が変わりうるわけで例えばまず解釈を取ってみても 解釈がが認識だという立場があるわけです。ただ解釈が認識だという場合に今長尾さんあるいは杉原さんがおっしゃったことに関係する点ではある法律が例えばどういうプロセスでどういう目的を実現するためのものとしてできたのかそこで用いられている概念などはどういう系譜を持っているのかといったようなこと。 吉見さんの言われたことに関係する点ではある規定が現実に裁判所でどういうふうに解釈されどういうふうに機能しているかといった問題はまさに認識の問題ですがそういう意味で解釈という言葉を使うという定義の仕方もありうるわけです。これらの作業が認識であることには問題ないわけです。 しかし伺っていて解釈という言葉をこういうふうに使うのが必ずしも現在の普通の使い方ではないように感じたのですつまり解釈という場合には主として裁判所あるいは行政庁のする判断に際してのあるいは広く何らかの社会的な運動に際してのフレーム・オブ・リファランスとして法律を使う場合 言い換えれば実践的な行動に際して法律をその基準として引き合いに出してその意味はこうであると論ずる場合にこれを法律の解釈と呼んでいるように思われます。そういう意味ではやはり認識ででで、ではななく実践ああるといいうう点であまり異論がないように感じたわけです。次に法解釈学についても長尾さんがおっしゃったように言葉の使い方によって違いをうるわけです。 つまりそれを認識の学と定義してしまえばその認識であることは当然だし実践に何らかの意味で奉仕させるものと定義すれば認識だけを行うのではないということでどうも定義の問題のような感じもしていますこれをまず第1点としてお伺いしたいと思います第2に 今長尾さんがおっしゃった点で科学としての法解釈学の一つとして応用科学と言われそれはいくつかの価値判断を前提としてとって実実定法とととと現のの社会等を素材として種々のモデルを作るというこ,とを言われましたこれは川島先生もそういうことを言っておられたしそもそもはマックス・ウェーバーに由来するんじゃないかと思うのですが。 さらに基本的な疑問としてなぜ法律学は科学でなければならないのかという問題もあるんじゃないかと思います戦後において法学は科学たるべしということが盛んに言われたのですが当時は科学の方が価値判断を自らする作業例えば哲学などよりも価値があって価値判断を自らするところの 解釈学はあまり価値がないといとったよよううなインンプリケーションがあったた、に思われるのです。また価値判断をする際にも「科学に基づいているから正しい」といった言い方がされましたしかし果たしてそれが妥当な考え方であるかという疑問をはねてから持っていますその辺も伺いたいところですまず第1の点について基本的な問題としてご意見を伺いたいのですが 認識と実践とを区別するという考え方は、確かに一応疑問のないところとして一般に承認されているようです。しかし、果たしてそうなんだろうかという感じもするわけです。実践というのは何であるかがまず問題ですが、これを価値判断を含むことだと考えますと、我々は認識の過程でも価値判断から解放されていないという意味で、認識と実践とは分かちがたいのではないか、 ごく感覚的な場合は別としまして一般に認識という場合はまず一定範囲のデータの収集が前提となりこれに基づいていわば要証命題が認識されますがそのデータを集めて操作する段階ですでに認識主体の価値判断を全く否定することはできないように思いますさらに実践というのは現実を動かすことだと考えますと認識も現実を動かすと言えるのではないでしょうか 極端な例ですすけれれども、物理理学者がが原原爆の原理を発見すれば、やがては原爆の製造ということにつながるわけです。認識して心の中に思っているだけで外に表さなければいいのじゃないかということもありますけれどもしかしこれだけ例えば水俣病の原因は有機水銀だということが分かっていながら黙っているということが大きな社会的な結果を引き起こすのですね。 そういう点からすれば、認識の中にも現実に働きかける要素というものがあると言えそうです。結局、認識と実践とは一応の区別はあっても、究極的には分別できないのではなかろうかというのが私の疑問とするところです。今、松尾先生のおっしゃったことは、いろんな問題を持っているように思います。 その一つの問題は広報学の方で宮沢先生がおっしゃっておられたことなんですが例えば法解釈なら法解釈は実践であるということの意味は我々が何か一定の言明をした場合その言明が結果的に何らかの社会的効果を持ち現実を動かすというそのような因果的規決が必然的にもたらされるということ自体を意味するものではないということです。 それからさっきもおっしゃったような原爆の問題について原子核を分裂させれば一定の大きなエネルギーが生ずるということを人類が知らなければ原爆というものはそもそも出現することはない。そういう意味において原子核が分裂して多大のエネルギーを発するということを誰かが発見してそれを事実として述べればそれは結果的に原爆の出現という一定の効果をもたらすと言えるわけです。しかしかそういういことであるならば、 これは全ての科学全ての人間の言動について起こりうることなんで先生はそういう結果をもたらすということはここでいう実践ということと同意義ではないということを言われているわけですね。私もこの意味において人間の一定の言明が社会的な効果を持つということはここで法解釈学が実践とか認識とか言っている場合の実践ということと区別しなければいけないと思うのです。 それからまたデータの収集や操作にあたって価値判断が不可避だということもおっしゃる通りだと思いますが私の考えではそれは認識のののの対象の選択とととと仮説の設定いいいう段階についてのみ言うることだと思います。現実の世界は無秩序な混沌の中でその中から事故の問題関心からして意味のあるものだけを選び出して認識の対象とするということ。 それから「出来うべくんはこうであってほしい」という期待のもとに一定の仮説を立てるということこれを決して全体として作業が認識作業であることを否定するものではないわけですただその次の仮説の検証という段階において何らかの実践的意図によって検証・論証の結果が左右される時初めてこれは認識作業ではないということになるのでここが私などの言う認識と実践との分かれ目になる。 ととと一応言ううことがでできると思うのですただ法解釈が実践であるということは現在ではほとんど自明の前提として議論されているわけですけれども今申し上げたこともさることながらさらにそれを超えてこれとはまた若干違った面からなお法解釈が実践であるということの意味をもっと明確にしておいた方が良いように思います。 それは主として今最後に言った実践的意図ということについてなのですが例えば広報の方で研究会をやりました時に私などは法解釈が実践であるというのは具体的な事情に適用するつまり裁判なり何なりに働きかけるということを前提として行う作業だから実践なんだとそういう議論をしたのですがそうすると他方で それでは適用ということを考えないでいわゆる抽象論一般論という形で述べられているものはどうだこれはそういう意味での実践ではないのではないかとそういう議論が出てきたわけです。もちろん私はこのようなものも最終的に具体的な場合において適用されることが無意識的にもせよ前提されている限りはやはり先の意味での実践だと言わなければならないと思っているのですが。 ただ例えば裁判官などに法解釈は実践であるということを言いますと自分は何も実践しているつもりはないまさに真理であるものを発見して法を宣言するという作業をしているんだという反論が返ってくることがあるそして私もまさにそういう人たちの意識としてはそうだと言わざるを得ない場合があると思うのですね。このの点についいて星野先生の論文を拝見いたしますと その場合にもやはりそこで行われている解釈は実践である。なぜならば当人がどういう意識を持って行っているにせよ宣言した結果は適用されて実際的な規決を持つのだからその意味において実践なのだという説明を行われているように思うのですがただそれだけだと先ほど松尾先生がおっしゃっていたように科学一般ととのの区別がつかなくなくると私も思うのですそうかといってそれでは主体的に意識を持って。 まさに自分は実践をするんだというふうに考えて行う作業のみを実践だと言えばいいかというと当人の信念としてはまさに真実と語っているつもりであってもしかしそれは一定の視覚から見れば明らかに実践だという場合もあるで、えー、ここのところをどういうふうに説明するのかそれを明確にしないと法解釈が実践であるということは現実問題としてなかなか分かっていただけない場合が数多く出てくると思うのです。 そこのあたりを法哲学の観点から一体どういう風に説明していただけるかということをちょっと伺えればと思います私は人間の行為は実験室で顕微鏡を覗くのもるももと解剖するのも皆実践だと思うんです学問をする行為をある部分が認識である部分は実践だという風に分けようとするのは、まあ、無意味だと思います 私が物理学が認識で法解釈学が実践だと言っている意味は個々の研究者の行為の問題ではなくその学問を支配しているルール学説の成否を判断するルールの問題で物理学は経験と論理性によって学説の成否を判断する核兵器で人類が滅亡するからといって原子物理学が誤りだとは言えないそれに対し法解釈学の学説の成否を判定するものは 論理性性性や条文とととのの適合性という認識の要素もありますが最終的的には実践的な妥当性だと思いますえすおっしゃるように確かにえ実定法解釈学を全体として見た場合にはまさにそういうルールでもっていろいろ批判し合っているわけですけれどもただ今おっしゃったことはある一つの法解釈についてそれが認識なのか実践なのかという判断をするにあたっては言えないのではないかと思います。え例えば かつてのいわゆる法実証主義者すなわち長尾さんなのが認識論上の法実証主義者と区別して法解釈論上の法実証主義者と言っている人たちですがああいう人たちのグループを取ってみればその中で支配しているルールはそれが現実に貫徹していたか否かは別として少なくとも建前上はまさしく真実を語っているかどうかどれだけ認識の客観性を保ち得ているかということだったのではないかと思うのです。 そうしますと裁判官なんかの中にはまさに自分は実定法を客観的に発見してそれを語るんだという意識が非常に強いそういう人たちに対して他のいわゆる法解釈学者が例えばそれは正義に反するというような観点から批判するとしましても当人にとってはただそれは超越的な批判だということになるだけであると。 つまり他の人はどういうルールで自分の批判をするか知らんけれども自分はあくまでも法を発見しそれを客観的に語ったんだという議論が裁判官などから出てくるのではないかと思うのですけれどもね今のお話と同じ趣旨に帰着するか。 と思いますけれども、実は実践だということの意味について、長尾さんは法解釈学全体を貫いているルールが、実践的な価値によって学説の良費を決める点にあるということを指摘されたわけです。しかし、それは法解釈は実践であるということを前提にするから、そういう結論になるので、法解釈が仮に認識だと規定することができるとすれば、その学説の正義を決めるのも同じように認識だということになるのではないでしょうか。 どうも法哲学者に向かって法哲学的なものの言い方をしてはなはだ申し訳ありませんがあまり法哲学な言い方ではないのですが私もさっきの長尾さんの言われたことに近い考えを持っていますつまり常識的な言い方になりますが法はこうであると言っている時には実践で法はこのようにしてできたとかこのように変わっていると言っている時には認識だろうと思うのです。法ははこううであるという発言は 意識的に社会を何らかの意味で動かすための前提として言っていない場合つまり意識的には法の客観的な認識として言っている場合でも客観的には実践の大前提に足りうるものを作っているものでありその意味で客観的には実践的な意味を持っていると思うのです。ですからある作業が実践であるという命題もいろんな面から捉えられると思うのですけれども。 客観的に見て何らかの実践的な意味を持つ場合もこのように呼ぶとすればおっしゃる通り認識も実践であるということになりますが法律をめぐる問題についてはもう少し別の面からというか狭く考えて法的実践の大前提足りうる法的命題を作っているという意味に実践という言葉を限定すれば法はこうであると ある人が提言しそうであるとかないとか言って議論しててていいる場合は少なくとととも客観的に見て実践と言ってよいと思うのです私はその問題についてもよくわからない点があるのですが法はこうであるという、えー、提言が現実を動かすという場合はその法解釈の主体の特性、えー、例えばある程度の社会的影響力を持ったり学者の活動であるということが前提になっているのではないでしょうか。 しかし法解釈という捜査の学問的な性質を論ずる際にはそういう社会的影響力というようなものは在外的な要素に過ぎないとしますと例えばある学生が田舎の一軒家で法律を勉強している場合でもその知的活動の性質は大学者の研究と同じ法解釈という捜査をやっていると見ていいことになりましょう。無論彼の法解釈が裁判などに影響を及ぼす可能性はほとんどゼロであるわけです。 その点はいかか。がでしょうか一般的に学生のやっていることが今問題にしている法の解釈であるとは言えないと思うのです。勉強しているにすぎない。たただ、法律相談ににえるるめにやっている場合は別です。つまり少なくとも法律践に作用しうるという客観的な意味を持っていない限りは解釈と呼ばないというふうに私は定義したいのです。そうすると彼がやっているのは認識でもなければ実践でもないその準備をしている。 むしろ人の認識ないし主張しししししたたたものをを体験りり疑問を出したりしていいるだけという感じがしますここでの議論の限定の仕方ですけれどもここで実践だ解釈だという議論をする場合には社会的な影響力を持つものという前提ないし限界の中で議論しないと世の中の一軒家の中で学生がやっていることを議論してもまあ意味がないと思います。 しかし我々がやっているのはそれと違うでしょうか人のの考えてていいいるることを追体験ししが大部分じゃないでしょうか、えー。我々学者の反省としてはそうかもしれませんが我々がただ頭の中で考えただけでは今議論している解釈にはならない発言したり書いたりした時に初めて解釈としての意味を持ってくるわけでそういうレベルにおける解釈を論じていると思うのです。 例えば「外国でこうなっているああなっている」と言っているところはあこれは自分の解釈の準備作業に過ぎない結論の部分すなわちその人が独自のこうあるべしと主張するところが解釈だと捉えた方がここで解釈という議論をする場合にはいいんじゃないですかね。あわかりました、えー、ここではそういう枠をはめて進むことにしましょう。えー、これは定義の問題ですが一応そうして進みましょう。 今のことでもう一つ限定みたいなのをしないと問題が出るかなと思ったのは我々が法解釈論争をやる場合の解釈というものは条文から一義的には結論が出てこない可能性として複数のものがありうるようなところを考えているということです。民法で言いますと、まあ、20年年をもって青年者とす。る、 未成年は行為能力が制限されるという規定がありますけれどもその20歳は年齢の計算に関する法律でもって一義的に明らかになるわけです。そんなところの問題は少なくともここでの解釈は必要でない。このような問題をも解釈と捉えると「俺は解釈をしているが君たちの言う意味での責任を取るべき解釈をやっているんじゃないまさしく認識しているだけである」というような議論が出かねない。 だから条文の中でも一義的に明らかなものはのけて本当に今言った意味での解釈の必要なところについての解釈なんだという限定を一つ置かないとどうもまた蒸し返しされそうな気がしますね。